初期配置。飛び出しているマス目が、上塞。男性型配置のタメルランチェス版。女性型配置のタメルランチェス版。第3の配置のタメルランチェス版。本遊戯の考案者、ビッコ者のティムール。タメルランチェス、または、ティムールチェスは、中世のチェスの一種である。現代チェスと同様に、チャトランガに由来する。皇帝、ティムールの知性に、イランで発展した。ティムールは、 製方では、タメルランとも呼ばれ、この遊戯の考案者とされている。シャトランジ・カミールあるいはシャトランジ・アルカ・ビールとも呼ばれる。現代チェスと似ているものの、ポーンに相当するコマが複数種類存在するのが特徴であり、これらは独自のやり方でプロモーションする。タメルランチェス版は10、11、110マスからなり、一末模様には塗り分けられていない。上彩と呼ばれる、追加のマスが、 9列目の左と2列目の右に飛び出しているため合わせると1 1にマスとなる。相手の王がプレイヤーの城塞を占拠するとゲームは引き分けと宣言される。王以外の駒は城塞を占めることはできない。初期配置にはいくつかのやり方が存在する。一般的な配置は以下の通りである。タメルランチェスセット。駒は14世紀ペルシアにおけるタメルランチェス駒の外観に近い。 左から右、ファラス、ズラーファ、ピール、タリア。先手はサイコロを振ることで決定される。タメルランチェスの目的は、現代チェスと同様に、相手のシャアをチェックメイトすることである。現代チェスとは異なり、相手をステールメイトすると引き分けではなく勝ちとなる。バンの最終ランクに到達すると、バイダクは対応する駒にプロモーションする。従って、ズラーファのバイダクは、 ズラー派になる。この例外は、シャアの売択と売択の売択である。シャアの売択は、シャーザーだとなる。シャーザーだは、シャアと同じように動く。もし、シャーザーだとシャアが、盤上に同時に存在するならば、勝つためにはまず一方を取ってから、もう一方を、チェックメイトあるいはステールメイトしなければならない。売択の売択のプロモーションのルールは複雑である。売択の売択が、 最終ランクに到達すると、そこで動かなくなり、相手からも取られなくなる。相手の駒の前に、倍額を配置したら、相手が逃げられない状況、あるいは、倍額を置くと両取りがかかる状況が発生した場合はいつでも、最終ランクの倍額を持ち上げて、その位置に置くことができる。もしこのマスが味方あるいは相手の駒がいたとしても、移動することができ、元いた駒は、番から取り除かれる。 2回目のプロモーションでは、シャーの売却の初期位置に戻る。3回目のプロモーションでは、シャーマスヌーアになる。このコマは、シャーの動きを持つが、城塞に関して一つの特別な例外がある。シャーマスヌーア並びに、シャーザーだとシャーの両方、またはどちらか一方が、盤上に同時に存在する場合、勝つためには、残りが一つになるまで、普通の駒と同様に取ってから、最後の一つを、 チェックメイトあるいはステールメイトしなければならない。9段目の左と2段目の右に飛び出している2つの追加のマスは、城塞と呼ばれる。もし、試合中のいかなる時でもプレイヤーはシャアを相手の城塞に移動させることができる、引き分けを宣言できる。これは、タメルランチェスにおいて、ステールメイトは負けとなるため、勝ち目のないプレイヤーにとって得になる。別の方法として、 プレイヤーが大使あるいは死王を盤上に持っている場合、シャアが相手の城塞に入ると、シャアを大使あるいは死王のいずれかと位置を交換でき、試合を続く。大使あるいは死王はその後に城塞を出ることができるが、交換の特権は一度しか使用することができない。シャアは大使よりも位が高く、大使は死王よりも位が高い。 盤上で3種類中最も位が高い駒だけが相手の城塞に入ることができる。神王は全ての駒の中で唯一自陣の城塞に入ることができる。入ると攻撃を受けることがなくなり、これによって相手が城塞に入って引き分けを宣言するのを阻止できる。試合中一度だけプレイヤーはチェックされたシャアを他の駒と交換することができる。 キャスリングやアンパスさんは存在しない。相手のシャアを裸にすることは、タメルランチェスでは、勝ちとみなされない。これは、裸のシャアはまだ相手の城塞に入るチャンスを有しているためである。スリーホールドレピティションや50手ルールは存在しない。アメリカ合衆国ニューヨーク州、ジェームズタウンには、タメルランチェスクラブという名前のパブリックチェスクラブは、タメルランチェスや、 その他の古代チェスに打ち込んでいる。ありがとうございます。